おはようございます。釣り子 TV です。ゼニスのゼイクローが黄色いお店でですね、中古で新品のような状態で売っていたので思わずバイトしてしまいました。1296円っていうことで、もうね今はないメーカーなんですけども、このルアー実はですね、ジョインテッドクローのね原型になったと言われてるルアーなんですよね。それで今はですね、あのガンクラフトの方から復刻されて販売されているんですけども、オリジナルのねゼニスで売っていた当時の箱ね、当時のカラーリング、そんな感じでね売っていたので、見つけたらね1個買いたいなーなんて思っていたんですけども、まあ一期一会ということで、あこれはーと思ってですね、すぐに、店頭で手に取ってそのままレジに行ってしまったわけなんです。でまあこれトップウォーターペンシルベイトっていうことで、投げるとドッグウォークアクションってこうね水面に浮いてクイックイックイックイって首を振るようなね、そういったアクションをするルアーなんですけども、それをまあフロロカーボンラインを使ってで早巻きしたところ、グイ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 と水中に入っていって、もごもごと S 字に近いような軌道を描いた、ね、でそれがやたらよく釣れるっていうこと でもうちょっとね、その S 字に特化した、水面直下で魚を、煩わして食わせる、そこら辺を研究に研究して、生まれたのが、まあ、このジョインテッドクローというふうに言われているんですね。で同じねデザイナーのね、平岩さんが作っているので、まあここら辺からその動きのヒントを得て、でそしてもうちょっとこう可動部があったらとか、このね尻尾をつけたらとか、まあフックの重さとかねサイズなんかもね指定があるんで、そこら辺の細かいこだわりとかを、吟味して吟味して、でまあ大きさなんかもね、吟味して作られたのがこのジョインテッドクローなんだというふうに認識しておりますが、そのね、オリジナルとなったね、あの記念すべきねゼニスから出ていた Z クローがね、 Z クローって書いてありますけどね、どんな感じなのか早速開けていきたいと思います。もうねこの箱なんかもね大切に取っておいた方がいいかもしれないです ねジョインテッドクロー本当に最近よく釣れたんで大好きなルアーなんでね、あこれが刺さっているんで抜いて、はい、こんな感じ。このねカラーリングなんかもね、現行の復刻バージョンにはないかなと思っていいなと、ヤマメ071ヤマメって書いてありますけどね、こんな感じで結構ねずんぐりむっくりしていてね、でお腹にこうジクローって書いてありますね、うん、こんな感じでちっちゃく文字が書いてあって、でね今のあのガンクラフトの復刻モデルのところに、ここにガンクラフトって書いてある、こっちのロソコロサってね作ってるよっていうね、ネームが入っているんですけども、このゼニスの時のやつはこうシンプルにちょびりんってね、名前が入っていて、で頭周りこんな感じ、あで今ちょっと動かしただけでこのゴトゴト重点音サウンドがますが、重りがねこの後ろをねドッグウォークさせるためにこう後ろに支点があって、まあペンシルベイトって大概ドッグウォークさせるものこの後ろに入っているんですけども、でこっちの頭の方にもカウンターウェイトが入っているっていうことで、かなり魅力的なゴトゴト音が聞こえますね。ガンクラフトの方でこれのねあの復刻バージョンのドッグウォークしているアクションのね動画なんか見ることができるんですけど、このやっぱりカウンターウェイトが入っているせいかね、ちょっとねなんていうか水の中に入り気味、この背中を出しながら頭が結構水の中に入り気味でこうグイングイングイングイーンってドッグウォークしてる映像が見ることができるんですね。ということでこの平たいねずんぐりむっくりとしたこの側面も相まって、普通ペンシルベイト水面で波紋を出すためにね、でそれで誘い上げて食い上がらせるっていうイメージがあるんですけども、このゼニスのジークローの頃からこう水中での水をグイッグイッって押す、これが釣れるんだよ
っていうのにもう多分気づかれていて、そんでそれを体現するためにちょっとカウンターウェイトもこの大きめなのが入ってるんですけど、気持ちちょっと水に入って、そしてグイッグイッグイッと水を押すようなデザインにされているということみたいなんですね。まあこのそうですね、Gクロー前後で言えば、例えばもっと前にね、ズイールのペンシルベイトテラーシリーズなんかも、あれも当時のビデオなんかで柏木さんが言ってるんですけども、まあ基本はねトップウォーターだから水面でバコって水柱立てるのが一番楽しいんで、ただ裏技として早巻きしてください。そうすると水中に入っていって、でそれの方がめちゃくちゃよく釣れるなんていうね裏技をねビデオの中でおっしゃっていたことがあって、だからこのZクローなんかもその水中で入ってヨレ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 って微妙に S 字軌道を描くことによってねめちゃくちゃ釣れたなんていうところからこう進化していくわけなんで、そういった意味でね本当当時はねズイールとか好きだったんで、確かにね霞ヶ浦水系とかでもトップウォーター半日ぐらいやって、あーもう釣れないなーなんて思うとね、テラーとかガーって早巻きしてね水中に潜らして、でそうするとね今までね水面までできらなかったマスカ確かによく釣れるんですよね。でそうこうしてるうちに、まあ、そうだな、ラッキークラフトからワンダーが出たのかな。でワンダーっていうのはそれまでねリップレスミノーっていうのもあんまりなくて、そんな中でワンダーが出てきて、あれはもう最初からちょっと沈むように設定されていて、水中でね微妙にフラ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 とね、泳いで、でまあそれもよく釣れたんですね。結構真冬12月1月とかでも野池とかで釣れて衝撃を受けた記憶があるんですけども、まあなんていうかこのそのまあちょっと話は脱線しますけど、リップレスミノーっていう概念がなかったんですよね。リップがついていて、そのリップに水を受けることによってお尻を振るんだよ、もしくはボディをロールさせるんだよっていう、ルアーしかなくてですね、リップレスで水中で誘うっていう概念があんまりなかったので、自分の知ってる範囲ではですね、すごいだから衝撃を受けた、一番最初の原体験としては、まあ、ズイールのテラで、その後に、ワンダー、そして、まあ、これねその当時は持っていなかったんですけども、これが水中に入ることによって釣れるっていうことでこういう進化を遂げていくってね、まあ、そのいろんなルアーのね新しい流れというかね、でそこからこのジョインテッドクローが生まれて、今度は大きなルアーでも魚が釣れるんだっていう、こうビッグベイトのね世界っていうのが花開いていくわけだと思うんですけども、というわけで、だいぶ話が脱線しましたが、このね、Z クローね、せっかくねオリジナルのねゼニスのやつね、買うことができたので、今年はちょっとねまあなんだろう、去年ね羽物ねあれの釣りやって、あートップウォーターってやっぱ面白いなーなんていうね、当たり前ですけどね、水面でバコーって出てねもう心臓バクバクになりますからね、だからちょっとこういったねペンシルベイトなんかもね今年はハイシーズンになってタイミングがあったら積極的に投げていこうかななんていう風に考えております。で、まあねちょっとね、あこれがそうなんだってね、早巻きねフロロカーボンラインでして、ね、水中に入って、あこれが S 字形の原型になったんだなんていうのもね、ちょっと体験してみたいなと思って一つ買ってきてました。で説明がねこれ表裏合わせていっぱいいろいろ書いてありますね。ちょっとね裏から見ると、これね、あやっぱ Z クローじゃなくて Z クローって、ね、書いてありますね。 Z クロー、スイミングトップペンシルベイトプラスミノー、従来のトップウォータープラグでバイトしなかったバスを釣るということをコンセプトに置き、ガンクラフトアズ林が考案したニュータイプルアー Z クロー、このガンクラフトアズ林なる人が平岩さんと同一人物だというようなことがねイン
インターネットで書いてありましたけどね。トップウォーターのウォーキングドッグ、スライディングアクションでバイトしないバスや、ミノーのトゥイッチング、ジャーキングでもバイトしないバスを効果的に釣ることが可能です。スライディングアクション、ショート、ジャーク、ナイロンラインを使い、ロッドを下げ、スローのロッドワークで小さなジャーキングを加えると、スライド時にヘッドのサイド部分に水を受け、スプラッシュを起こし、ナチュラルサウンドを発生します。ドッグウォークアクション、ドッグウォーク時に G クローはボディをロールさせ、水面下のディープエリアのバスに強いアピールをします。マッディウォーターの透明度の低いエリアではスプラッシュを起こし、サウンドでバスを魅了します。ドラッキング、カーボンライトね、ルアーをキャストし、アクションを加え、ラインを水になじました後ドラッキングすると、ルアーは水面下0センチから30センチのところをスイミングします。広いエリアを探るのに効果的です、ということで、ゼリスって書いてありますけども、でね、このね、買った時ね、裏側にこういう秘密の、文字が書いてあって、で、アズ・ハヤシスーパーテクニックマルヒって書いてありますけども、ゼークローはナイロンラインとカーボンラインを使い分けることによって2つの違ったアクションをさせることが可能です。ナイロンラインではトップウォータープラグをエース、フロロカーボンラインではゆらゆらと泳ぐミノーのような動きをさせることができます。まずルアーをフルキャストし、スライディングアクションをさせ、バスの興味を引き、次にロッドを立ててスローリトリーブ、ノーアクションでルアーを潜らせます。そのままストラクチャー付近までルアーを引き、ストラクチャーを過ぎたところでアクションを加え、バイトに持ち込みます。このメソッドを使うことにより、トップウォータープラグやミノープラグで釣る、ことができなかったバスを釣ることが可能になりました、ということで、Z クローはロッドやラインを使い分けることにより、さまざまなアクションが楽しめるニュージャンルのルアーです。アングラーの皆様がさまざまな新しいアクションを見つけて楽しんでください、ということで、まだ当時、なんですかね、 S 字っていう概念がなかった。 S 字系って今ね、もうジャンルで一つ確立されてますけども、だからね、すごいね、今はね、 S 字系って言えばね、伝わるようなことがすごい細かくね、分解されてこう書かれているわけなんですね。で、まあ、ね、ゆらゆらと泳ぐミノ、このゆらゆら感が、あ、なんか S 字軌道だね、なんていう感じになってね、どんどん S 字が、なって進化していったのかなと思うと、なんか感慨深い説明書きがこの裏の方にマルヒで書いてありました。で、まあこんな感じで大きくなったりとか、どうでしょう、この148はだいぶ似てますけどね。で、最近出たね、128ね、こんな感じで結構ね、長さとかサイズ感似てるんじゃないですかね。これがまあいろいろなね、もう時代を経てこういろいろ行って、でこうなったというね、感じって考えてもいいんじゃないですかね。まあこれはもうね、水面直下でね、でもね、これもね、そんな大きなサイズに比べると128ってもうちょっと小刻みで、あとはアクションを加えていくような使い方になるんで、本当なんだろう、この G クローで始まって、でジョインテッドクローにね、こうね、どんどんまあ進化していったのかななんてね、想像しながら、まあこの、両方のルアー、使っていくと、またね、釣りが楽しめるんじゃないかななんて思ってね、ハイシーズン非常に楽しみなんですけども、というわけで、これね、一つ買うことができたんで、このまあ夏、まあアフタースポンぐらいからですかね、そんなタイミングでボックに筒にこの忍ばしてですね、チャカチャカとドッグウォークさせたり、ゆらゆら軌道をね、体験してみたいなんていうふうに考えております。というわけで、本日の釣り子 TV はこのね、ジョインテッドクローの原型になったと言われているですね、伝説のルアーも廃盤なんですけども、ゼリスの Z クロー、これを買ってきて開けてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。